はい、えー、今日はですね、天皇杯、えー、鹿島アントラーズ対、えー、ガンバ大阪のお試合が行われまして、2対0で、えー、鹿島アントラーズが勝利し、えー、天皇杯ベスト8、2年連続の、えー、ベスト8、えー、進出を決めました。はい。えー まあ今日はあ、この6日間で、えー、3試合という非常にハードなゲームの、まあ、2試合目、えー、ということで、まあ、スタメンもね、えー、大きく入れ替えていきました。あ後ろのね、えー、4枚はあ、まあ今年の最初にやっていた4枚、えー、プラス、えー、キーパーは沖選手というところと、で中盤はね、えー、4枚、えー がっつり変えていきました。で、ツートップは、あ、まあま、リーグ戦をお休みした鈴木選手と、エベラード選手のコンビということで、えー、まあ、中盤がね、えー、荒野選手、樋口選手、中村選手、えー、船橋選手、ということで、えー、まあ、配置のところ少し気になったところもあったんですが、あのー、まあ流動的にね、ポジションを取りながら、ああうまく戦えたんじゃないかなとは思います。で、特にね、えー、荒野選手、やはりここ最近ずっとベンチ外が続いてましたから、 ま、今日のゲームにかける思いといいますか気持ちっていうのはね、えー、プレイでかなり伝わってきましたし、えー、まあ、点が欲しい、えー、得点に絡みたいっていう意欲がね、えー、すごく、プレイに現れていたと思います。あの、優勝賞でね、えー、積極的にいいプレーもしてましたし、えー、まあ、走ることもね、惜しまずにやっていましたから、まあ、リーグ戦にも、絡んでくるような、あ、活躍だったんじゃないかな、というふうには思ってます。はい。で、まあ、鈴木選手がね、えー、この 前節体調不良からあ何とか戻ってきたところではあったんですけど、まあ、少しね、えー、まだ元気がないなというところもありましたがただやはり鈴木選手が入るとね まあ前線のポストプレーもそうですし、潰れ役、またはエベラード選手を活かすようなね、プレーあとは中盤、少しね、ボランチぐらいの位置まで下がって、サイドチェンジするだとか、逆のサイドに一気に展開するキックの精度、狙いっていうのはね、本当に素晴らしいものがありますし、やっぱ彼が入る子だけで本当にこうボールが動く、で、チャンスがやっぱ多く生まれる、で、幅広く、 え、サッカーができるということで、まあ、バイラ監督がやりたいサッカーにおいて、本当にこう欠かせない選手なのかなっていうのを改めて感じました。で、まあ、今日はね、あのー、なかなか点が入らない点、状況で、あの、少しね、えー、焦りもあったとは思うんですけど、まあ、うまく選手個体がハマってね、え、ピチュカ選手の本当にこうゲームを見てるような、ースーパーゴールがあー飛び出しましたし、エベラード選手もね、え、クロスから久しぶりにあああいうエベラード選手の良さが生きた。 あで、ドンピシャの綺麗な形のゴールを見たなっていう感じでした。あで、それをアシストした安西選手もね、まあ最近パフォーマンスがね、えー、決していいとは言えなかったところを見ると、ああいうふにドリブルでね、サイドから相手をね、かわしきる前にクロスを上げてゴールをアシストしたっていうところは、まあ一つ安西選手にとってもいいきっかけになるようなあープレイになったんじゃないかなと思いますから、まあ非常に今日はね、 え結果、あ内容を、また選手一人一人のね思いだったり気持ち、えまたはねパフォーマンスがこれから上がっていくような。 あ、きっかけになるようなゲームだったんじゃないかなというふうには個人的には思ってます。はい。で、あともう一つ印象的だったのがね、えー、試合終わった後のお監督インタビュー、バ、えー、イラ監督のインタビューで、えー、まあ、リポートの方がね、まあタイトルについてね、天皇杯のタイトル勝ち上がったことで、えー、そこに対するコメントを求めたときに、えー、少しね、あの冷静なバイラ監督がね、まあタイトルという言葉にね、えー、少しこう敏感に反応した、というところで少しこう語気を荒めるような、あ語気を荒上げるような、あ 口調でね、えー、幕下てるような、あインタビューがありましたんで、非常にこれはね、えー、初めて、え、イラー監督のああいうような、幕してる、幕てるような感じの喋り方はね、聞いたので、やはりこう、リーグ戦なかなかね、えー、結果が思うように出てないところで、まあ、タイトル、当然周りから言われるプレッシャーもありますけれども、タイトルというところに非常にこう、敏感に今なってるのかなっていうふうには思いますし、ただまあ、それがね、え、イラー監督に言ってる通り、えー、まだこの段階でね、え、タイトルどうこうっていうふうに言うことではなくて、 ま、天皇杯もまだベスト8ですし、まあ、リーグ戦まだまだある中でね、あんまりそこを言い過ぎるのもね、えー、少し選手また監督チームにプレッシャーになるとは思うので、まあ、少しそこはね、えー、考えなきゃいけないかなとは思っています。 はい。えー、次ね、本当にこう大事なビッセルとのリーグ戦がすぐあります。で、ここに勝ってね、まあ、マリノスの結果次第ですが、あ次ね、えー、マリノスとリーグ戦直接対決がありますので、一番理想的なのは、鹿島がしっかり勝ってマリノスが負ける。そして、直接対決で逆転すると、これが理想的な展開になりますので、まあ、しっかり次も応援していきたいと思います。